ゆっくり飛行機チャンネル。昨日は道に迷って大変だったよ。珍しいわね。どこに行こうとしてたの？美味しいって評判のカレー屋さんに行こうと思ったんだけど、道がややこしくて。結局たどり着けたのか？なんとかね。ただ5回くらい連続で曲がる道を間違えてすごく遠回りしちゃった。それは大変だったな。でもその分お腹が空いて美味しく食べられたんじゃないか？それはそうだね。結果オーライだったかもしれない。2分の1の分かれ道を外し続けたのは不運だったな。そうだ、今回はある2分の1を間違えたために起こった出来事を紹介しよう。というわけで、今回はブリティッシュミッドランド航空92便不時着事故を紹介するぜ。ブリティッシュということは、イギリスの航空会社かな？かつてイギリスに存在していた航空会社で1938年に設立されたわ。なかなか古い歴史を持つ航空会社だね。イギリス国内線はもちろん、世界中の都市を結ぶ大きな航空会社だった。ところが2012年には年間160億円以上の巨額な損失を計上。様々な経営努力も虚しく、2012年にブリティッシュエアウェイズと合併したわ。こう聞くと航空会社の経営も簡単じゃなさそうだぜ。長い歴史を持っていたとはいえ、時代の流れについていくのは大変だね。今回の事故を起こしたのは、そんなブリティッシュミッドランド航空92便。前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、1989年1月8日のこと。ブリティッシュミッドランド航空92便はロンドンのヒースロー空港を出発。目的地は北アイルランドのベルファスト国際空港だった。使用機材はボーイング737-400。事故の2ヶ月前に引き渡されたばかりの機体で、飛行時間は500時間程度だった。ほぼ新品に近いような飛行機ね。これは従来の機体とは異なり、デジタル計器の搭載された新世代の機体だった。そんな最新鋭の機体を操縦したのは経験豊富なパイロットだった。機長は当時43歳、彼には13,176時間の総飛行経験があった。一方の副操縦士は当時39歳、彼には3290時間の総飛行経験があった。92便には彼ら2名に加え、乗員乗客を合わせて126名が搭乗した。同機は19時52分、副操縦士の操縦でヒースロー空港を離陸。巡航高度35,000フィートに向け、順調に上昇していた。しかし離陸からわずか13分後、高度28,300フィート上空で突如異変に襲われる。どうしたのかな？なんと、何の前触れもなく激しい振動に襲われた。さらにコックピットには焦げ臭い煙のような匂いも立ち込めてきた。火災が起こったのかしら？上空での火災はとても危険だ。機長に操縦を交代し、彼は自動操縦を解除して手動操縦に切り替えた。そして副操縦士が計器に目をやると、エンジンに異常が起こっていることに気づいた。彼は機長にこのことを伝えるときに、左、いや右エンジンだ、と告げていた。どっちのエンジンが故障したのかというのは、とても大事な情報だね。そうだな、機長も煙が流入してきたことから右エンジンに異常が起こったと判断した。なぜ煙が判断の根拠に？彼は空調のための空気が右エンジンから取り入れられることを知っていた。よって右エンジンで煙が発生、空調を通じて機内に充満したと考えるのは自然だった。なるほど、こう聞くと右エンジンに異常が起こったのは確かなようね。そこで機長は副操縦士に右エンジンのレバーを引き、推力を減じるよう命じた。副操縦士が機長の指示に従うと、先ほどまでの激しい振動が収まった。それはよかった。でもエンジンの故障はとても危険だね。早く着陸した方がいいかもしれないわね。乗員たちも同じことを考えていた。彼らは管制官にエンジン火災が起こったことを連絡。現在地から最も近いイースト、ミッドランズ空港に着陸を試みることにした。そして火災などのトラブルを防ぐため、右エンジンへの燃料供給を停止した。左エンジンだけで飛行することにしたのね。片側のエンジンだけでも、一応飛ぶことはできるからね。そう、するとコックピットから煙や匂いが消えていったそう。そこで機長は機内放送で緊急着陸を行うことを乗客に知らせた。彼は右エンジンに異常があること、10分後に着陸予定であることを告げた。しかし、このアナウンスを聞いた乗客たちの一部は困惑していた。困惑していた？というのも、一部の乗客は左エンジンから炎が上がっているのを見ていたからだ。しかし機長の判断に間違いはないと思ったのだろう、誰もそれを申し出なかった。ここに来て故障したエンジンを取り違えていた可能性が出てきたわね。92便は管制官の指示に従って空港に向け降下を続けた。その途中、彼らは何が起こったのか状況を整理しようと試みた。しかし、ちょうどそのタイミングで管制官から次の降下指示が与えられた。さらに無線周波数の変更も重なったことから、話し合いは途中で中断されてしまった。あらら、大丈夫かしら。
走行している間にも時間は過ぎ、着陸が迫っていた。彼らはフラップやランディングギアの展開を済ませ、着陸に備えていた。しかし空港から約 4.5 キロの地点で、正常と思われていた左エンジンの出力が低下。最大出力の半分ほどしか得られず、高度を保つのは困難だった。やっぱり乗客の思っていた通り、左エンジンも故障していたのね。空港は目の前だけど、たどり着けるのかな？機長は副操縦士に対して右エンジンの再始動を指示。しかし再始動には時間を要するため、着陸に間に合わないことは明らかだった。機長は操縦桿を引いて機首を上げ、なんとか滑走路までたどり着こうと試みた。しかし速度が低下し、高度を保つことができなくなった92便は急降下。機長は衝撃に備えてくださいと繰り返しアナウンスした。すると目の前に迫ってきたのは、滑走路の手前にそびえる堤防だった。しかし堤防を避けられる余裕は残されていなかった。ああ。そして離陸から約32分後の20時24分、92便は空港手前の堤防に激突。不時着の衝撃は凄まじく、ご覧の通り機体は大破した。機体尾部に至っては逆さ向きになり、火災も発生していたという。滑走路は目の前だったのに、あとわずか間に合わなかったのね。速やかに救助が開始された結果、118名のうち79名が1名を取り留めた。その一方で、胴体の破断部分に座っていた乗客を中心に47名が犠牲となった。彼らのうち、ほとんどが不時着の衝撃による外傷が原因で亡くなったものとみられている。エンジンが止まるのがあと少し遅ければ、被害を最小限にとどめられただろうね。本当ね、せめて堤防への激突を避けられればと思うとやりきれないわ。なお、機長と副操縦士は重傷を負ったものの無事だった。また、地上にいた人たちに被害がなかったのは不幸中の幸いだった。なぜこのような悲劇が起こったのか。乗員たちに詳しい聞き取り調査を行った結果、驚くべき事故原因が判明した。それは動画後半でお話しするぜ。お願いします。そういえば、乗員たちは故障したエンジンの左右を取り違えた可能性があったんだっけ？結論から言うとその通り、乗員たちは故障したエンジンの左右を間違えていた。そもそも、なぜエンジンが突然故障してしまったのかしら？飛行記録装置を解析すると、最初に異常が起こったのは左エンジンだったことが判明。さらに不時着した時には、左右両方のエンジンが停止していたことも判明した。このグラフはそれぞれのエンジンの回転数を表したものだ。青線が左エンジン、赤線が右エンジンを示している。右エンジンの回転数は一定だけど、左エンジンの回転数が不安定になっているね。最初は左エンジンに異常が起こったことに間違いなさそうね。なぜ左エンジンに異常が起こったのか。それはエンジンのファンブレードの損傷を調べることで明らかになった。事故現場から少し離れた畑から、事故機のファンブレードの残骸が発見された。それは左エンジンの第17ファンブレードの一部だった。何らかの原因でファンブレードが破断したのね。ファンブレードの破断は、エンジン内の気流が乱れる原因になった。その結果、左エンジンでサージングが発生。それにより低下した回転数を補おうと、自動水力システムは燃料供給を増やした。するとエンジンから炎が吹き出し機内に煙が充満、激しい振動にも襲われた。煙も振動も、ファンブレードの破断によるサージングが原因だったのね。なぜファンブレードが突然破断してしまったのかな？見つかったファンブレードの破片を調べると、明らかな金属疲労の痕跡が見つかった。事故直前に引き渡された機体にもかかわらず、金属疲労があったのね。経年期というわけでもないのに、残骸から金属疲労が見つかったの？夜勤学的な分析を行ったところ、ファンブレードの耐久性が不十分だったことが判明。ファンブレードが過剰な振動を受けた場合、金属疲労が進みやすいことも判明した。ファンブレードの品質が低かったということか。メーカーの負荷試験でそのことに気づかなかったのかしら。事故機に搭載されていた CFM56 エンジンは、従来のボーイング737シリーズに使用されてきた。しかしボーイング737-400 では、従来のエンジンから改良を施したものが使用されていた。マイナーチェンジ版みたいなイメージかな。そう、そのため負荷試験は地上での実験室のみで行われることになった。実際に飛行した状態では行われていなかったということだね。あくまで模擬的な状況を作り出すわけだから、実際とは異なる可能性があるわね。調査では空気の薄い高高度で高出力が保たれた場合、実験室では観測されなかった通常とは異なる特殊な振動が発生することが判明した。この特殊な振動が原因となり、極めて短期間で金属疲労が進んだと考えられた。つまりエンジンに設計上の欠陥があり、負荷試験も不十分だったため特定の条件で金属疲労が進むこともわからなかったのね。
この事故の後、同じような事例が2件も立て続けに発生した。1989年6月、ある2つの航空会社が離陸後に激しい振動と煙に襲われた。今回の事故と全く同じ状況だ。その時は故障したエンジンを速やかに停止、無事空港に着陸することができた。この出来事を受け、エンジンを調べると金属疲労によるファンブレードの破断が判明。この事例ではたった2、3回のフライトで金属疲労が進行したものと見られている。たった数回のフライトで金属疲労が進んでしまうとは恐ろしいね。そのため定期点検で進行の早い金属疲労に気づくのは事実上不可能だった。一連の出来事が起こった後、国内において事故機と同型機の運航停止が命じられた。そして全てのファンブレードが交換するよう、対空改善命令が出された。これで同じ事象の発生を防ぐことができるね。今回の事故とその後の出来事、これらの生死を分けた違いは何だったのかしら。そこで先ほどの話に戻ってくるわけだ。乗員たちは故障したエンジンを取り違えた。彼らが故障を疑ったのは右エンジン、実際に故障していたのは左エンジンだったね。そうだ、副操縦士はデジタル計器を見て右エンジンが故障したものと判断した。計器を確認したにもかかわらず間違えるなんて信じられないわね。異常が起こった時、彼は左、いや右エンジンが故障した、と発言した。副操縦士は途中で判断を変えたということ？その要因は複数あり、激しい揺れで計器の表示を見誤ったこと。新しいデジタル計器の表示を見慣れておらず、表示を見誤ったことが挙げられる。事故機は今までにないデジタル表示の計器を搭載していたのよね。その特徴として計器の外周が光り、視認性を高める方法が取り入れられていた。しかしこれは新しく採用された技術のため、多くのパイロットは見慣れていなかった。実際、パイロットへの調査ではこの表示が見にくいと答えたパイロットが多かったそう。それまでは針が動いて数値を示したため、この方式を見慣れないのは無理もなかった。慣れの問題かもしれないけど、確かに見づらいかもしれないね。加えてサージングによる激しい振動、副操縦士が表示を見間違うのも理解できるわね。そしてもう一つ、エンジン計器の一つに振動計と呼ばれるものがあった。これを見ればエンジンに異常が起こっていることに気づけたはずだった。しかし副操縦士は振動計の信頼性が低く、普段は見ることがなかったと証言した。もし振動計を見ていれば、左エンジンの異常に気づけたかもしれないね。なお余談だが、事故機の振動計は信頼性の高いものに改良されていたという。異常のことから副操縦士は右エンジンが故障したと判断、機長に誤った情報を伝えた。でも副操縦士だけでなく、機長も間違いに気づかなかったのよね。なぜ豊富な経験を有する機長が初歩的な間違いをしてしまったんだろう。それは機長が経験豊富なゆえだった。どういうこと？彼がそれまで操縦していたのはボーイング737-300という航空機だった。事故機と同型機の操縦経験そのものは、たった23時間しかなかったそう。また、副操縦士も同型機の経験は53時間しかなかった。飛行時間が長いとはいえ、同型機の経験はどちらも著しく少ないわね。古い機体と事故機では多くの面で共通化されているが、一部違う点があった。それは空気の取り入れが、どちらのエンジンから行われるのかという点だった。空調システムに利用するための空気の取り入れだね。機長は経験から、旧型機では右エンジンから空気が取り入れられることを知っていた。しかし新型機では両方のエンジンから空気が取り入れられるよう、設計が変更されていた。機長によると、機内に煙が充満したのは右エンジンから吸気されたためだと話したそう。それは旧型機では正しい推測だったが、新型機では誤った推測だった。なるほど、それで機長も右エンジンに異常があると思い込んだのね。異常のことから乗員たちは右エンジンが故障したと判断し、出力を小さくした。そうすると激しい振動が止まったことも彼らの考えを裏付けることになった。なぜ間違ったエンジンの出力を小さくしたら振動が止まったんだろう。彼は右エンジンの出力を小さくするとき、自動水力を解除した。その際、左エンジンの水力もわずかに小さくなりサージングが収まった。すると彼らは自らの対応が正しかったと思い込み、結果的に計器の監視がおろそかになった。振動計は通常より高い値を示し、エンジンの温度計も通常より高温を示していた。気づくチャンスがなかったわけではないんだね。さらに管制官から高度の指示がたびたびあったため、確認が中断される場面もあった。よって彼らはこの異常に気づかず、故障したエンジンだけで飛行を続けてしまった。この時、揺れが収まらなければより注意深い目で計器を見ることができたかもしれないね。結果論だけどね、揺れが収まったのは逆効果だったことは否めないけど。効果に大きなエンジン出力は不要なため、比較的安定して進入を続けた事故機。しかし、高度を維持するために低下していた水力を増すと2回目のサージングが発生。
さらに今度は先ほどと違って、ファンブレードの破片がエンジンを破壊。そして推力が低下した結果、高度を保つことができずに降下に転じた。さらに再始動には時間を要するため、右エンジンの再始動も間に合わなかった。これが空港にたどり着けず、不時着を余儀なくされた理由だった。故障したエンジンを間違えたと聞いた時は信じられなかったけど、その背景を詳しく聞いていくと少なからず間違える可能性はあったのだと感じたわ。そうだな、乗客の中には左エンジンから火を吹いているのを見ていた人もいたそう。しかし乗員は乗客に状況を尋ねず、乗客も乗員にそのことを知らせる機会がなかった。乗員は、故障したエンジンを確信していたし、その選択肢はなかっただろうね。乗客にも状況を尋ねるという行動が必要な場面もありそうね。今回の事故を受け、エンジンの検査手順を改善すること。エンジンなどを監視するためにカメラを取り付け、映像で確認する研究を進めること。強度が弱く、被害が大きくなる一因となった床面の設計を見直すことなどが勧告された。これがブリティッシュミッドランド航空92便不時着事故の概要だ。単純でありえない間違いに見えたけど、背景に様々な要因が重なっていたのね。当たり前と思えることほど、思いもよらぬ間違いをしてしまうことがあるんだね。優秀なベテランパイロットでもそうなんだ。私たちも気をつけなければいけないな。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回は海砲についてお話しするわ。海砲。海砲とは、かつて東京湾の入り口に建造された人工島。そこには砲台が置かれ、海上要塞として重要な役割を担っていたわ。この海砲は明治時代から大正時代にかけて建造が進められたそうよ。かなり古い歴史があるんだな。第1海砲、第2海砲、第3海砲が建造され、第1海砲と第2海砲は千葉県の富津市沖合に現存しているわ。そうなんだ。見に行ったりすることはできるの。第2海砲については上陸ツアーが行われているみたいよ。そんなものがあるのは知らなかったぜ。ところでどうしてうちのチャンネルで唐突に海砲の紹介をしたんだ？実は羽田空港の着陸経路で、この海砲上空を飛行するルートがいくつか存在するわ。最も頻度が高いのは ILS エクスレイランウェイ3フォーレフトアプローチね。北風が吹いていて、天気がいい時によく行うアプローチだね。それ以外に夜間の騒音軽減を目的としたアプローチでも上空を飛行することがある。なるほど、海砲と羽田空港の関係性はとても深いから今回取り上げたのか。そうよ、海砲付近のウェイポイントは海砲と名付けられているわ。そんな歴史的な場所の上空を多くの航空機が飛行していたのは知らなかったな。羽田空港を利用する人は多いと思うけど、千葉くんのすね付近を海岸線に沿って飛行していたらこのアプローチだと思うわ。もし機会があれば海砲が窓から見えないか、探してみてはいかがかしら。それじゃあ今回の動画はここまで、ご視聴、ありがとうございました。どこまでも